何に向かって吠えてるんだ？あれを見ろ。止めるぞ。これ以上奴らに好き勝手させるな。生まれて霊になったか。こいつらを助けられるかどうか。さっきの風代を使ってみる。吸い込まれた。うまくいったか。あとは近くに公衆電話はないか。今時そんなもの。いいから探せよ。
あったよ。受話器を取れ。俺がつなぐ。何これ？エドが作った装置だ。そこに片代をかざせ。霧で霊になったやつはこれで外に送れば元に戻るはずだ。この装置。余計なことを。私だけが彼らを救えると言ったはずだ。邪魔をするな。お前は誰も救えない。するなだと。なら渋谷中の霊を集めて邪魔してやるよ。エドって人はどこかで生きてるのか？その予定だ。ほとんどのことが想定外だ。どうなってるかわからん。このレコーダーはエドのものだな。道案内の続きだ。幽玄坂に行くぞ。Thank you.